はい、今帰ってきました。なんかいろいろと買って帰ってきました。これからお料理しなきゃいけないですね。もうすぐ4時15分ですね。ワインとかビールとかいろいろ買ってきました。ね、これ今日初めて買うキムチ。僕大好きなキムチね。野菜にトマトにお惣菜味噌に。なんか焼き肉のタレを買っちゃったしね。マッシュルームに、こんなの買いましたね。鍋の野菜ミックス。ちょっとズルしました。パセリが入って、ほら、これすごいでしょ。135円。刺身バッチリですね。仕入れからね、料理って始まりますからね。これ牛肉の、これ豚のバラ肉のブロックでしょ。安いバラ肉。焼き肉ですね。で、これね、いいでしょう、これね、なんだっけ、白子ですね、精子、魚の精子ですね、これをどうやって使うかっていうのが楽しみです。今日はまずこれと、これと、あとは何すればいいかなと思ったんだけど、まあお肉あるんで、こいつハンバーグした刺身と残りは在庫品ってことでいいんじゃないかなと思っております。ということで、冷蔵庫にしまったら料理作り出しましょうかね。冷蔵庫にとにかく肉たちを入れて、バラ肉をね、買おうと思ったらね、これバラ肉じゃない、合いびき買おうと思ったらもう合いびきがなかったというね。これどうしても僕食べたくなっちゃうもの、春雨のね、なんかのやつですけれどもね、これなんかもね、ビール買っちゃいました。で、これがね、超目玉し2、4、5個5切れで360円ね。冷凍なんだけど、まあいいでしょう、明日2切れくらい使っちゃいますから、で、なくなるでしょう。で、ハンバーグは、じゃがいもと人参ね、これが、使い物に入れて、ということになりますんで、人参は1本ぐらいね、添え物に使いましょう。じゃがいもとね、それで、あと、OK でしょう。さて、始めましょうか。まあ、料理ってのは作るとき何が大変かっていうと、どうやって、料理を考えるかってとこが大変でして、ややこしいですよね、これなんかね。よいしょ。何からすればいいんだ。まずは早く食べなきゃいけない。白子を煮なきゃいけないんで、お湯を沸騰させていきましょう。よいしょ。お湯を沸騰したところに白子をドンツンと入れてやって、それでどうするんですか。だし汁を入れちょっとみんな温めてやるだけで、そうしましょう。水わしがあるでしょう。お肉が残ってるし、それでいいですね。止まってるじゃん、火が。僕は大体ガラガラって煮込んでるところに入れてやって、それで OK って感じになりますね。鍋も今日はもうめんどくさいんで、ちょっとくたびれるぐらい忙しかったんで、あんまり凝ったことしません。よいしょ、こっちもね、こうやってお湯をおかじ出します。向こうもちょっとだけ入れてしまいましょう。で、白子の方を、白子ね、 20% オフ、安くなってますね。ここはボウルとか鍋とかで地球に払ってやらないですよね。海からずっと来てますから、もうくたびれてるんで、少し休ませてあげます。まずね、
冷凍になってるんだろうな、やっぱな、こういうのな。ね、ちょっと塩を軽く入れて、お任せしといてあげましょう。白子はそれでよし。もうちょっと多いですかね。そしたら次はハンバーグの方になります。なんとお豆の野菜、これね、ズルしました。それでお豆のお鍋の中入れるやつも持ってズルしちゃえということで、これです。お鍋の中に入れるやつ、肉ズルしました。もう作ってある肉ね、こちらを入れちゃいましょう。これも入れちゃいますね。それでズルしちゃいましょうおいおい、こんなズルばっかりしてどうすんだよ。とたまにこのぐらいわっと鍋の中に入れてやると欲しくなります。お、それで白子がね、こういう風になってますから、沸騰してる中にさっと入れてあげましょう。これね、これはもういらない。ちょっとだんだんしっかりとしてきますね、形が。これ煮える前に、切っちゃうとみんなちぎれちゃうんで、煮えて出来上がってからでいいですからね、切るのはね。弱火にしておいて、ネギ刻んじゃおう。ネギとかみょうがとか前だったね。あしゃー、ネギがもうネギ。どうしたネギ。よいしょ。もうここからは弱火でいきます。おお、切れ味いい。研いだばっかりですね切れ味がいいと思います。味見させてもらいましょう。まあ、何でも味見だよね。おお、うまいね。ちょっと白子のサイズ使ってみおー、うまそうだね。うまそうでしょ。よく白子ってポン酢で食うことが多いみたいだけど、僕はもう味噌汁とかすまし汁みたいにしちゃうのが一番好き。まあこんなもん誰がないやつみたいな好きな肉やいいんだよ。こっちの方はやっぱりお豆さんが最初のね、おう、うまそうね。向こうも入れちゃえ。これ大豆もやしが入ってるね。これ嬉しい。こ
こちらはガタガタガタと言ってます。多彩なタンパクっていうのが、僕の料理のポリシーですよね。こうやって白子も多彩なタンパクになっていきますね。よし、ちょっと切ってあげようか。よし、ね、こうやってきれいに切れていくと美味しそうでしょ。白子がだんだんうまそうですよね。この出汁のうまいのといきますね。どんなだろう、ちょっと味を見よう。うん、うまい。うん、ネギが見えるとちょうどいいでしょうね。はい、それでこちらはこうやってともやしが火通ってきますね。もやしの匂いがしなくなったところで次に入っていきますね。何をやるかというと、人参とじゃがいもの、添え物を作るんですよね。じゃがいもはあんまり大きくない方が美味しいですね。それ皮ごと茹でます。もう芽があれば取るけど、特に芽がないようだったらもうこうやってもう皮ごと、これが一番美味しいですね。というか僕は好きですね。美味しいかどうか、みんなそれぞれ口が結構なってますね。野菜ってのは水筒ですからね。畑から美味しさを持ってきますけど、到着した時にはもう喉皮側になってるから割ってあげましょう、うん、こちらもやしはもう OK ぐらいなんで入れちゃいましょう。お鍋簡単セットって、これ確かに簡単だな。人参の切り方がな、ちょっともうちょっと今違うね。まあ出する時は文句は言わないね、みんな一生懸命頑張ってくれてるんですから、ありがたく、ありがたく。よいしょ、
よいしょ。まあ何でもいいんだ。今日午前中。めんどくさいってやんないわけよ。お、野菜見えてきましたね。はい、そしたらもうここに入れていきましょう。今日の朝と昨日の夜の焼いた肉系のものを入れました。乱暴だよね。これたまにあります。うん。このね、肉を炒めた時の味が入っていく感じがたまらんよね。で、これ作ったの黙ってると美味しいとか言われたりしてびっくりしますよね。みんなに手抜いたのにどうしてこっちがダメは。困惑しちゃうけどね、しょうがないね。うん、セロリの香りがするよ。それであっち側で今度はもう一つを入れちゃいますね。じゃがいもと人参こうやって入れて始めましょうね。これで煮てますから、もうこれいいでしょうね。こんなもんです。出てきましたね。鍋があると何でも OK だ。うん、でこいつでハンバーグを作ってしましょう。おおよそ20分ですね、帰ってきてから。うん、30分じゃ無理だよな。5時ぐらいまでも何とかしたいですね。5時半は確実楽勝です。玉ねぎは今日はやっぱめんどくさいんで電子レンジチンということにしましょうかね。5時過ぎか6時ごろにもう来るから、でこの端っこの方はソースで作りますからね。こうやってこちらの方だけ切っちゃっていいでしょうね。ちょっと慌てすぎましたね。もうちょっと細かく、ハンバーグ困っちゃう。このぐらいでいいかな。まあ、適当だ。
ょっとだけ塩して。ラップをしたら電子レンジです。はい、電子レンジ入りました。パセリのマッシュルームね。よいしょ。でマッシュルームだな。思わず買っちゃいましたね。どこで取れたマッシュルームかわかんないけど。面白いですよね。で、こいつらはじゃ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 っとね、炒めてみましょうね。そうしてね、トマトはお使いつつ、まあこのぐらいあればいいでしょうね。あとどうさるね、これでってね、よっしゃーっとできるのがない。ちょっと大きめの方が印象に出てますよね。で、グツグツに入れてる人たちは火傷しちゃうからね、もうちょいだな、もうちょいだけどもちょうどいいかな。いいことにしよう。だから余熱で温め続けますので、こいつはこのままですね。で、ハンバーグが焼き上がったところで一緒にやっついちゃうんですよね。一番でかいこれね、肉を一番でかいです。それは忘れずにやってますね。そういう風にね、まあただの豚肉なんだわ。なくてね、入り口はね、まあいいでしょ。大したあれではないし、じゃあちょっとじゃあ失敗しよう、入れてみようか。こう、まあいいや、こしょうね、それぐらいしていきましょうか。で今、チンってなったら、焼き始めますんで、ね、たまに
玉ねぎをやっつけましたね。水蒸気で取ります。この入れ物ダメだな。まあいいや、もう一個しましょうかね。よいしょ。まあしょっぱいと。だいたいチンしてからこうやってしまいますので、そうすると肉が冷たくなくなるし、玉ねぎの熱いのもねちょっと入れます。最近ね、パン粉入れてから混ぜる。で、よくね、パン粉、小麦粉つなぎに入れる人もいるけど、僕は入れませんね、小麦粉。パン粉は入れることが多いです。水分をちゃんと保持させたいというような理由があるんですけど、まあ、いるのかな、どうかなっていうのはよくわかりません。うん、大抵入れますね。そうしないと、今、冷たくなっちゃうんですけど、やっぱパン粉っていうとね、炭水化物で、僕なんか受けてきちゃうなぁ、パン粉、一気にしましょうね。昔はこれ、牛乳で絞ってから入れたりなんかしてたけど、最近もめんどくさいからそういうことしません。ただもうこれでいいって感じに。あ、腕を開発するの忘れた。邪魔なんだよね。まあいいや、まずいいわね、勘弁ね。うん、これは大きいね。もうこれでいいことしましょう。時間がねえからよ、ちょっとパセリにしようか。入れるならもっと細かくしようかね、ふと思いついただけです。これだから計画性がないやつだね。よいしょ。はい、ハンバーグはこうやって入れましょう。同じじゃあ行きましょうか。これぐらいでいいかな。あ、いけねえ、大変だこれ。こんなとこでやってたら
お鍋に肉が入ってきたよ。もう一回見なきゃ大変だこれ。まあいいや、いろんな味食べていいよね。あとはずっと弱火です。じわ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 味が入ってきますね。こっちの肉が入ってきたんで、はい、よいしょ。まあたまにはこういうこともあるね。それだからここにもうちょっとひき肉団子入れちゃおうか。でもハンバーグだからね、もうこっちがねいいことにしましょう。なんか表面にこうひっついたよね、肉が。勘弁。まあいいでしょ。詰まったひき肉はね、こんな感じで入れておいて、これね、明日餃子の皮でくるんだしても美味しいよね。何に使っても料理はうまい。ちょっと冷蔵庫ですね。はい、こっちの方は一生懸命もういいでしょう。あんまり慌てちゃいけないよね。肉が加熱されてますね。
そこに水が出てるから、もうこれはあんまり高い温度にはなってないっていうのが分かると思います。このまんま途中で一回返しますけどね。こっちの火が入らなかったよね。失敗したな。まあいいや、というわけにもいかないな。こっちもちょっとお湯を出しましょう。あんまり焦って失敗した。はい、ここはですね。まだまだだと思いますけど、ハンバーグね、こんな感じ。まあよくあるのがこうやって串を刺してやると中まで火が通ってるかが見えるってね。肉汁が出てこなかったら大丈夫よなんてね言われます。うん、出てこないね。どっちにしてもこれまた赤ワイン入れて煮るんで煮込みハンバーグになりますんで、一回出してみます。このワンチで加熱しますね。
最後にまた入れますけど、最初に今の味をねちょっと混ぜてあげたいね。なんかいろんな味がこう濡れてるって感じで、でその間にデミソース。おお、いい感じだね。水分が足りなくなってきましたから、これでちょっと醤油垂らしてあげたり、玉ねぎを垂らしたり、
まそうだね。ちょっと水がいっぱい入ってますからね。味はこれかな。うわっ、ダメだ、ほらしょっぱみが足りない。微妙。お父さん、いらっしゃい。ちょっと待っててね。今できるよ。おじいちゃん来ました。いいお湯ですね。これでいいことしましょうか。本日のデミグラソース煮込みハンバーグね、うまいかどうか食べてみてからにしましょう。いろんな味が混ざり合ってくれて、美味しい美味しいになりました。よいしょ。あー大変だ、これから刺身切らなきゃ。ちょっと待ってね。それでここで刺身を切って、おじいちゃんのご飯を作りましょう。5時10分ですね。ちょうど50分ですね。あ、くたびれた。鍋に白子にハンバーグ、ね、こういうことで今日の晩ご飯でございます。